るといきなりバグって出てしまった。そのままね、うとうとしてみた。しか使ってこないんだよ。初めムカついてくるよ。おねるしろよ、まずその発電機触れよ。いいんじゃねえよ。いいんじゃねえよ。発電機回す時間もねえや、こっちがよ。マジムカつく。回す時間もねえんだぞ、発電機回す時間。何が助けが必要だよ。逃げ回ってるようなやつだよ。最初に初動で捕まったからって、これランクマッチだぞ。マジでムカつくで。我慢しろよ。何が助け必要だよ。もがいた奴が何が助け必要なんだよ。説明しろよ、まず。つまんないでしょ、これ。奇襲なんて仕掛けられたら人って対応できないんだから。プラマイナスゼロ狙いじゃなくてゼロ狙いマイナスにならないように他の人に提示してる間に、あ、ゲームはもう壊れてもしょうがないから他の人に提示してる間にあっちにあと1台回ってそれじゃ当然道はないから。回したからつまんねえやつとゲームさせてんじゃねえよ本当によ。とみつまんねえやつとゲームするんだよな。人は対応できねえだろ。
いもんなんだよ、電気触んないし。多分大丈夫なんじゃない。ゲストがもう逃げ回ってるだけだよ。ランクなのにもがいてるやつがいるんだから逆に尊敬するよ。なんでしょうね。うろうろしてる。
回復手段が、セルフケア、植物学入れなきゃいけない状況もやべえよな。カンセルが遅っせえっていう状況。起こしたら俺の勝ちってことで。で、こういうやついるよね。放置したら黙って放置しとけって話。まともな人よ、このセーブルボードって。まともな人よ。頑張ってやりゃいいけど、まあ頑張れ。近くに投げれば負けたから。ジャンデッドバーススーパーズナバーパウ言いたい。一つ言いたい。これはセーブルボードだよ。俺の力だけじゃないよ。その気持ちがあるプレイヤー、ヒロちゃんが、女神がなんで、ヒロちゃんに味方したいか、言ってんだろ。レイクは最悪。セーブルボードは最高。セーブルボードはチームのためにやってくれた。8戦でセーブルボードの動きが正しいよ。まあこれチャット打てるんだけど、モバイルは常に教えてくれて、すぐもがいてくれて、チームのためにハッチ抜けしろっていうメッセージは送ってくれたから。ジェイクは鍵持ちだったからもう終始やばかったけど、鍵持ちなのにで赤いポストカード持ってもがこうとしたけど、そんなつまんないの使ってんじゃねえよって話だよ。信用しないで全員通報だよ。レイスは話と一緒、つまんないことやってんじゃないっていう。面白くもなんともねえんだな。セーブルボードのおかげ？うん。これがヒロちゃん。心でゲームしてるタイプだからね。かっこいい。